何それ、 ZX3 的なこと。えマジやん。何でもありだ。え、俺もついに ZX3 みたいなの使える。すんる、かっけえ。お、早く戦わせてな。何でもありだ。はい、どうも、サンゴちゃんのボルです。今日もね、ダンボール戦記ダブルやっていくんですけども、前回はね、イギリスの街がまたディテクターに襲われていたので、そのテロ攻撃を止めるために、ブリニッチ時計台だったっけ、なんていう名前だったかちょっと忘れちゃったけど、時計台の上に、指令コンピューターがあるっていうことで、時計台の上まで行って指令コンピューターを止めに行ったんですけども、そこに風間キリトが待ち構えておりまして、まあキリトと対戦することになったんですけども、まあキリトとはね普通に戦って勝つことができたんですけど、その勝利もつかの間、あのドクターマミーが LBX を破壊するものだよっていう風に言っていた、あのキラードロイドっていうね、めちゃくちゃでけえ、もう LBX なのかもわからないようなロボットが現れまして、それにボッコボコにされてしまったといったところで終わってました。で、その後ね、ここのビルニッチ天文台に戻ってきて、山野博士に LBX をスーパー LBX に改造してもらおうっていうとこでしたね。で、前回みんなの話を聞いたんで、今回は、コブラの話を聞いていこうか。森上啓太って坊やば、病院に搬送しちゃったぜ。ほう、意識は戻った。ああ、よかったよかった。とりあえず助かったんだね。で、今度はバンか。でも何か懐かしいな。小さい時は父さんが LBX の試作品を作っているのをずっと見てたからね。ああ、確かに。山野博士って本当にすごい人だったんですね。そうでもないさ。そうでもあるだろ。一緒にいた頃は寝坊したり、散らかしたりして、母さんに叱られてた。そうなんだ。家では大抵普通のお父さんだったよ。そうなんだ。ちょっと知らない一面が聞けてよかったな。あ、今度はユードやか。博士たちの邪魔になったら悪い。隣の部屋で待っていようか。あ、OK。どうなるんだろうな、LBX。バンさんと博士を見ていたら、僕もお母さんに会いたくなりました。また後で電話してみます。家族か。羨ましいね。え、何急に。これは、みんな見て。まあ、天文台だからなんか。え？なんか星空を見るすごいエモい展開かと思ったら、全部 LBX ですか？まあ、バレてたもんね、ここにいるのは。ブレインジャック？やばい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 。そんなの知るかよ。時計台の他にも指令コンピューターがあったのか。え、どうすんの？ LBX 改造中じゃない？オタクロス聞こえる？今すぐ指令コンピューターの位置を調べて。了解でよ。大丈夫？これで LBX 使えないもんね。むむむ、これはどういうことでよ。ブリントン全域に検索をかけとるんじゃが、指令コンピューターが見当たらないでよ。はあ、どういうことなんだ。え、指令コンピューターなしにこんなことができんの。ビルニッチ天文台、ここがディテクターのアジトというわけか。間違いないだろう。しかし彼らもさぞ驚いているだろうな。ブレインジャックに見せかけた LBX の大群に襲われること。その通り、ディテクターは自らの専売特許であるブレインジャックで壊滅するのだ。愉快な話だとは思わんか。果たしてそううまくいくかな。まあ見ているがいい。どうすんのこれ。これはバンさん、戦いましょうって言ったって。今そういえば僕たちの LBX って、そうだよ、全部修理中だ。え？この天文台ごと破壊するつもりか。ディテクター名、ミネルバさえあれば。山野博士、ここは退避しましょう。ダメだ。今ここを離れたら、スーパー LBX への改造はできなくなってしまう。でもこのままじゃ。バン、お前たちは逃げろ。私はギリギリまで作業を続ける。そして何としてでもお前たちにスーパー LBX を届けてみせる。え？父さんだけ置いていくわけにはいかないよ。バンさんの言う通りです。僕たちで時間を稼ぎましょう。博士、動かせる LBX ありますか？ある。ただし調整はしていないが。父さん、俺たちが修理と改造の時間を稼ぐ。だから。ああ、頼むぞバン。コブラ、LBX の用意を頼む。
何使うんだろう。そうか、他の機体で戦わなきゃいけないのか。お前たちの LBX は用意しといたぜ。ただし旧式の LBX ばかりで、おまけにみんな未調整ときた。悪いが、バトルに入る前に自分の機体を必ず確認しておいてくれよ。どんなのなの。うわー、なんか見るからに弱そう。ブルド、ウォーリア、クノイチ。おい待てよ、初期も初期じゃん。デクーとか武者アマゾネス、嘘でしょ。いやでも火力はそんなに低くはないか。なんとかなりそうだけど、どうしよう、これマジか。これで勝てるかな。俺はブルドを使う。ブルドマニアの友達がいてさ、よく対戦したから機体の癖はよくわかっているよ。ヒロの機体はウォーリアか。ウォーリアを使うケイタ君だったらいいアドバイスできたんだろうけど、とにかく同じ LBX でもペルセウスとは別物と思った方がいいぞ。他の LBX 使ったことないもんな、ヒロ。そういえば私はクノイチ。ミネルヴァみたいにパワー戦法は使えないけど、でも戦えないよりずっといいよ。そうね、まあ LBX がないよりはね。私はアマゾネスで戦うわ。ジャンヌ・ダルクと同じストライダーフレームだからうまく扱えると思うの。市販されている全ての LBX のスペックは私の頭に入っているから大丈夫よ。こいつはなんか頭の容量すごい大きいんだな。僕はデクを使わせてもらうよ。イノベーターにいた頃少し使ったか。ああ、なるほどね。劉備ほどの動きは無理だけど使いこなしてみせるよ。はい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 。ジンは武者を使う。サイバーランス製の LBX は扱い慣れている。ほーん、そうなんだ。これ大丈夫かな。 LBX はちゃんと確認しただろうな。よし、出撃するか。 OK。 おう、またか、ま、任せたぜか。こっからこれになってくるわけね。え、どこに進めばいいんだろう。あ、そ、これ自分か。暴走 LBX からビルニッチ天文台を守り抜け。タワーディフェンス、ここ急に。あ、なるほど。じゃあ全部戦っていかなきゃいけないって感じか。はあ、これとりあえず近づいて。じゃあ、あ、でも別に動いては来ねえのか。あ、動いては来ないのか。じゃあもうこっちから戦い挑むしかないね。月光丸か、ちょっとまずいぞこれ。なんとかなるかな。ブルドだよね。ジャンプは2回できるっけ一応。あ、一応できるね。ただ足は遅そうな感じがするな。これ一旦ここなるべく殴ってって、ここはチャンスゲージじゃない、ため攻撃しつつ、ちょっとそれ捕まるか。いや、バッテリー少な。ちょっと待って、コアはさすがにカスタマイズしといた方が良かったのかこれ。その可能性がある。コアフレームカスタマイズ、痛い、ショットガンマジで。一旦ここガードして、もう一発撃たせてから殴る。オッケー。でも火力は高いね。火力はあるからなんとかなりそう。マジでバッテリー入れとくべきだったけど。おお、強いじゃん。なんて数なんだ。いやでもさすがにきつくなってきましたね。まあ、そんなに敵は強くないけど、こらえるんだ。父さんたちも必死に頑張っているんだ。俺たちも負けられない。はい、そうですよね。エルシオンたちの改造が終わるまで絶対に守ってみせる。まだ来るんか。しまった、電源が。は、非常用電源に切り替えるぜ。非常用電源使用残り時間カウント開始。残り600秒。エルシオン、ペルセス、ミネルヴァの修理と改造を最優先に。電源はギリギリ、頼む、持ってくれ。みんな交代するんだ。マジか。え、電源が落ちたってことは、つまり別ルートから敵が突破してきて。あー、なるほどね。城壁の内部に第二防衛線を張る。そこが正念場だ。なるほど。じゃあ一旦引いて立て直さなきゃいけないわけ。みんな城壁の中まで交代だ。はあ、なるほどね。でマップが変わって、またでもだいぶ先に何体もいるんだよね。コブラさん、城壁の中に到着しました。早速だが悪いニュースだ。どうやら相当な数の LBX が内部に侵入しまってるようだ。なるほど、まさに正念場ってことですね。みんなここで絶対に食い止めるぞ。バン、あのスイッチを見るんだ。ほう、あれか、2個あるのね。なるほど、それを操作すればルートを閉鎖することができる。うまく活用してくれ。 OK。 やっと全員倒したか。いやでもまだめっちゃいるな。え、爆発、みんな気をつけて、何か来る。キラードロイド、このエルビックスいたっけ。やっぱ来やがった。さすがにブルドでは勝てなくないか。キラードロイド、あー、もう無差別だ。いやでも逆に助かるんじゃないか、この状況だったら。
え、戦うのかな。マジか。いや、ブルドで戦わなきゃいけないのか、こいつと。ちょっときつくない？あ、でもカスタマイズできる。なんかサブ武器持っていこう。多分これ遠距離武器ないと終わるから。あ、でもシューター SR ついてんのか。両手系のスナイパーはでもちょっと微妙そうだよね。シューター SR は30発あるからこれはありなのかもしれないけど、ビームサブマシンガンとかこっちにしてみる。なんならビームサブマシンガン2丁持ちしていってみるか1回。あとコアパーツ、そうだよね、コアパーツ全然ついてないよねこれね。だからちょっと適当でもいいからつけといて、まあちょっとだいぶ雑ではあるけど、もう入れれるもん全部ぶち込んで、これで勝てるかな。これでもギリギリな気がする。アイテムも一応持ってっとこうか。いやマジで不安しかない。でも34レベルと27レベルだからだいぶレベル差は縮まったね。でビームサブマシンガンでどれぐらい火力を稼げるかっていうところだよね。あ、またあれ見損ねた、何が効くとかってやつ。これでもさ、この距離だったらさ、あー効かねえわ全然。いやでもマシかな、あれ、なんだっけこっちの武器で殴るよりマシ。あ、いや槍で殴った方が強いなさすがにこれ。え、ちょっとやめてそれ怖いから。なんか、あー待って、真ん中の方が安全かこれ。あ、モンハンと一緒だ、真ん中の方が安全。これで一旦うおー降ってきたんだけど。あ、でも部位によって弱点属性違う。これ今足に打ったら結構ビームサブマシンガン効いてたよね。なんかそう、あ、なるほど。え、てか部位っていう、これ単純にあれだ、あの当たる場所によって火力が違うかどうかっていう話であって、別に属性は関係ないのか。いや、そんなことはないか。痛い、待って、一旦ちょっとビームサブマシンガンに変えて、こっち足に狙えば効いてるわ。ちょっとなるべく近いぐらいのと、痛すぎだって。何それ、だって近い距離を狙いつつ、ちょっと待って、なんでそんなさ羽を勝手に狙ってるわけ。一旦足を狙おう、足狙って。 OKOK、 ちょっとでもそんな普通の LBX じゃあいつに太刀打ちできるわけがない。ここまでなの。みんな待たせたな。来た博士、改造は完了した。バン、ヒロ、ラン、時間がない。ドッキングモードを使え。ドッキングモード、何ですかそれは。なんで聞いたことない単語をいきなりやりましょうって言えるんだよ。何ドッキングモードって、うんってどういうこと。え、ドッキングシークエンス開始。何それ、 ZX3 的なこと。え。マジやん。何でもありだ。え、俺もついに ZX3 みたいなの使える。するかっけえ。お、早く戦わせてな。何でもありだ。すげえ、これはLBX が合体しましたよ。エリシオン、ペルセウス、ミネルヴァ3体が合体し誕生したスーパー LBX。 何これ、シグマオービスかな。だ、ヒロ、ラン、やるぞ。マジか。え、これ見た目もめちゃくちゃでかくなってんのかな。同じぐらいのサイズなんじゃないの。あ、そんなにでかくはないな、言うても。あ、まあでもそこそこでかいか。これ何、武器何これ、両方銃なのか。こっちは、あ、なんか一発一発撃ってる。お、強っ、ね、やば、強は、マジか。ちょっと待って、これ中入ろう、なんか一旦中入って。近距離武器はないんだな。これ真上撃って、ガンダムみたいな感じで真上撃ってって。え、やばやば、めちゃくちゃボコボコにしてるじゃん。ダウン取った。本当にモンハンみたいになってる。これダメージ入ってんのか。ちょっと待って、よく見たらテンションゲージ減らねえぞこれ。何でもありじゃん本当に。ちょっとサブ武器も使ってみよう。こっち何か、あ、一緒か、一緒なのかな、わかんないけど、一旦こっちも、弾尽きるまでもうぶっ放して、ちょっとため攻撃もやってみたい。ため攻撃、おら。やばい、めちゃく、おー、すごいダメージ入ってるわ、よく見たら。痛い。いやでも全然効いてない。これ何、あれはアタックアクションないのかな。やば、めっちゃ食らうじゃん。オッケー、一旦リロードかまして、今度こっちの6発の方も一旦6発っといてリロードかまして、お、チャンスゲージある。一旦拾っとこうか。あ、なんか使える。え、何？シグマドライブソード。何それ？
めちゃくちゃかっこよさそうなの来たけどこれどうなるんだろう、見せてくれよ。シグマドライブソード、え、剣生えた、じゃそりゃぶった切ってるじゃん、完全にあれ真っ二つになったでしょ。でも痛いとかないんだけど、全然食らってない体力超余裕あるわ、すげえテンションゲージ減らないのずるすぎる。あ、でもなんかちょっと火力入ってないな、もうちょっと、あ、なるほどね、真ん中このコアを狙っていけばいいんだ。強すぎだろ、この連射速度で150ダメージ出続けてんだけど戦闘終了戦闘終了じゃねえよ大喜び、何これ、やったー、やりましたね、これがシグマオービス、スーパー LBX の力か。まさかあのキラードロイドを倒しちゃうなんて、予想以上だね。トリトン、ジャンヌダルク、劉備の修理も修理と調整も済ませてある、ありがとうございます。バン、ヒロ、ラン、スーパー LBX シグマオービスは最強の性能を持っている、だがシグマオービスの力を生かすのも殺すも3人次第だ、忘れるな。はい、ではここでお別れだ。お別れ、研究所もこんなことになってしまったんだし、俺たちと一緒にニクスに。すまないバン、私にはやらなければならないことがあるんだ。はあ、なんだろう、分かったよ父さん、頼んだぞバン、みんな。はい、何すんだろう。いやマジかZX3 を使いたいっていう夢が別の形で叶ったわやったね、シグマオービスで大勝利、もっとうまく使いこなせるよう特訓だねヒロこれ普通の雑魚戦とかでも使えるようになるのかな。山野博士大丈夫かしら、なんかねちょっと抱え込んでる感じもあったけど、マングースの野郎も博士と一緒に残るんだとさ、少しはこっちを手伝えてんだ残る方が大変だと思うけどな、今回ばかりはもうダメかと思ったよ。そうですね、僕もそう思いました。なんかユイヤの時毎回ヒロも喋るねなんだろう、シグマオービスか、きっとさらなるポテンシャルを秘めているのだろう、だが3人で一挙操作する以上チームワークが課題となりそうだな。3人で一挙操作してるんだよねやっぱりね、なんか道土流みたいな感じで喧嘩することもありそうな気もするけど大丈夫かな、父さんとはまた離れ離れか、でも俺たちには父さんが完成させたシグマオービスがある、思いは一緒だ。いやマジで予想外のパワーアップだったね。そういえばヒロ、お母さんとは連絡ついたのか。ついてないよ、いえまだ電話がつながりませんでした、やっぱり忙しいみたいです。そうか、残念だったな。はい、今回は諦めます。大丈夫、次はきっと会えるさ。よし、じゃあダックシャトルに戻ろう。え、何なんだろうヒロのお母さん、大丈夫かな、なんで連絡取れなかったんだろうか。あ、キラードロイドのプログラムはまだ改良の余地がある。ドクターマミ、なぜキラードロイドはこちらの LBX にも攻撃をしたんだ。キラードロイドは止められない、 LBX は全て破壊し尽くす。確かに改良すべき点があるようだな、だがそれよりもニクスだ、なぜディテクターの潜伏先に奴らが現れる。彼らが手を結んでいるということでしょうか。いや、これまでのことを考えるとそれはなかろう。どう思うドクターマミ。さてな、何なんだろうね、ヒロのお母さんがちょっと関係してくるような気もするけど、どうなんだろうな、多分バンのお父さんと合流してる感じもするけどね。お前らキラードロイドの新事実が判明したでよ、これで一歩ディテクターに近づけるってことだな。いや違うでよ。違うって何がです。キラードロイドを分析し、時計台天文台の記録データも調べた結果、キラードロイドはディテクターが作ったものではないと判明したで。え、どういうことですか。まず思い出してほしいでよ、天文台で大量の LBX 軍団に襲われた時、キラードロイドはそれを攻撃したじゃろ。そういえばそうだったね。だけどそれだけじゃな、もう一つ決定的な証拠があるでよ。アキレスディード、おお、戦ってるシーンもちゃんと記録残ってたんだ。うむ、お前らがブリタニア時計台で風間キリトとバトルしていた時、監視カメラの映像でよ、僕たち以外にもディテクターと戦う勢力がある。
しかしその勢力は僕たちにも攻撃を仕掛けてきた。そんなディテクターの他にも悪い奴らがいるなんて。ディテクター以外の存在か。なるほど、そこに一応感づくわけか。こっちチームも、まあ一人ずつ話聞いていこうか。お母さんに会えなくて残念だったな、ヒロ。でもこんなに世界中回ってるんだ。またいつかブリントンに来る機会もあるって。まあそうね、イギリスもう一生来ないってことはないだろうから。キラードロイドもすごかったけど、やっぱりシグマオービスはそれ以上ね、心強いわ。あれはすごいねとんでもない、もう兵器だね。アキレスディードとキラードロイドが戦っていた。これは何を意味しているんだろう。まあアキレスディードはディテクター側の LBX で、ディテクターの目的が本当にわからないからね。でも街を攻撃してるのは事実だからな。明らかに人に被害は出してるんだよね。だからいいやつかって言ったらいいやつではないんだよな。なんとも言えない。その点まだレックスたちの方が人には被害を出してないような気はするけどね。キラードロイドを使った新たな勢力か。油断できないな。どうなっていくんだろうな、こっから。あの時時計台にアキレスディードもいた。キラードロイドとは本当に敵対関係なんだろうか。わからないよね、何も。それにしてもキラードロイドだ。結局あれは何なんだ。いろいろと部品も調べてみたんだが、製造元の情報は周到にカモフラージュされててな。その線から攻めるのは残念ながら無理そうだ。無理なんだ。とにかくこのことは宇崎市経由でカイオス長官に報告済み。ニクスも調査に乗り出しておるでよ。わしもキラードロイドをもっと詳しく調べてみるでよ。お？バンの携帯こんな音だったっけ。大変だみんな。宇崎さん、たった今入った情報だ。オーストラリアのキャンベルンで LBX の反乱が起きた。早いな。なんですって。今度はオーストラリアか。大至急現地に向かってくれ。俺も途中で合流する。わかりました。今度はオーストラリア、みんな行くぞ。キャンベルンと上空に到着だもん。やばだ。これを首謀しているディテクターだから決していい人間ではないんだよな。ひどい、ボロボロです。お前ら、ディテクターの生命が始まったでよ。今度は何。地球上全ての人間たちを。キャンベルンはご覧の通りだ。我々の力をもってすれば町一つを手中に収めることなどたやすいこと。今やキャンベルンは我々が完全に制圧した。さらに今より3時間後、オーストラリア全土へ LBX 大軍団の侵攻を開始する。オーストラリア制圧の後、全世界に対し LBX の一斉攻撃をかける。世界はほどなくディテクターのものとなるだろう。世界は我がディレクターにひれ伏すがいい。今回の目的は何も言わないな。世界中で不安のあまり LBX 廃棄の動きが広がっています。ただ今回は一国に対しての要求もなく、そうだよね、世界征服を本格的に推し進めようとしているものと考えられます。大統領、迷うことはありません。オーストラリア政府からも正式に事態解決を求める依頼が来ています。すでに太平洋上では我が国が誇る機動部隊が展開し待機しております。一気に攻勢をかけ敵の機船を制するのです。待ちなさい、慎重になることです。現在我がニックスの専門チームが現地で活動を開始したところです。日本政府からもニックスに協力すると連絡を受けました。彼らの活動の結果を待つべきです。ではカイオス長官、お任せします。副大統領も良いですね。わかりました。第8章ディテクターの正体、ついにわかるんだ。指令コンピューターを見つけたで。え、飛行船。その通り、自動操縦で動く水中ミュージアムの宣伝用飛行船でよ。水中ミュージアムか、事件がない時に来たかったなさらに今回は一つではなかったんじゃ、なんと4箇所、4つの飛行船全部が指令コンピューターに使われてるってこと。ピンポーン、ジェシカさん正解でよ。しかし空に浮かんでいるとはな。どうするよ、ダックシャトルから飛び移るのか。むはー、心配ご無用でよ。飛行船は自動操縦だから、ハッキングして地上に降ろせばいいでよ。なるほど、ハッキングで、ね、お得意の。直ちに実行してくれ。了解でよ、システム侵入開始。すげえな、オタクロス。あれに行くのかと思ったけど、何だったっけ、あの飛ぶやつ。俺たちはいつでも突入できるように準備だ。
それにしても4カ所とは大仕事だな。果たして俺たちだけで時間内に回れるかどうか。おう、むむむ、なんぞ急速接近中で。は、お、エクリプス、バン、アミちゃん、おや、アミたんでよ。オタクロスも久しぶりね。ほら、ヤガミさんたちも一緒。バン、助っ人登場だよ。自分たちが来たからにはもう安心というわけですね。お前ら3人は LBX は強くないけどな。アミ、一体どうして。私も一緒に戦いたい、だから来たの。我々は財前総理の命により派遣された。共同戦線を張り、キャンベルンを奪還しよう。感謝する。今は一人でも多くの手数が欲しいところだ。こんだけ揃ったんなら4カ所一気に片付けられるな。飛行船の後方システムに侵入開始。前機道路に強制着陸させるでよ。バン、ヒロ、お前たちは一番近くにある飛行船を頼む。2人を降ろしたらすぐに次の着陸地点に向かう。次はジンとユウヤ、その次はランとジェシカだ。なるほどね。今度はツーマンセルで行くわけか。残り1カ所はヤガミ、頼むぞ。なるほど。ヤガミさんとアミちゃんで行くんだ。現場に到着次第作戦開始だ。みんなしっかり準備をしておくんだ。マジか。なんか熱い展開になってきたね。アミが復活。みんなの話を聞いてみよう。ちょっと宇崎さん、いつの間に合流したの。早くない。ヤガミたちが来てくれたか。これでブレインジャックを防ぐ目処が立ったな。ジェシカ、サターン突入作戦か。資料でしか知らないから当事者に話でも聞いてみようかしら。サターンの時はとんでもなかったけどね。アミに加えヤガミさんたちも来たか。サターン突入作戦を思い出すな。あれはすごかったよね。あれこそ空中で無理やりドッキングというか、もうなんかストローぶっ刺して侵入したみたいな感じだったもんね。アミが来た。私は中国で戦って以来だよね。あの時もすっごく強かったもんね。来てくれてほんと頼もしいな。どうせならな、あのルシファーのやつとか、なんだったっけ、神谷雄介か、神谷雄介とかも来てくんねえかな。アミに、ヤガミの旦那にマノちゃんたちまで来てくれたのか。ナイスなタイミングだぜ。マノちゃんって呼んでるんだ。へえ。アミタンがわしのために駆けつけてきてくれたでよ。やはりアシとアミタンは運命の赤い糸でつながれているで。お前さ、ジジイなのにまだそんなこと言ってんの。やばいやつだよ。じゃあまあ最後バンの話を聞いたらストーリーが進むんですけども、まあ今回この辺で終わっておこうかなと思います。まあね、ちょっと今回はスーパー LBX とかいう、まあなんかとんでもない新しい機能が追加されましたけども、今後は雑魚戦とかでも使えるようになるのかな。どういう風な操作で合体できるのかっていうのがよくわからないけども、あれは楽しみだね。近接攻撃とかもできるようになったりするのかな今後。近接攻撃もできたらいいけどね。すごい投げ払いでさ、一気にみんな攻撃してぶっ飛ばしたらさ、めちゃくちゃ強そうだったりするけども、まあ次回以降のね、お楽しみに。というわけで、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回のダンボール戦記ダブルでお会いしましょう。さよなら。